高知市の9月議会には一般会計の総額で7億1500万円の補正予算案が提出されます。市内最大の6000自兆市営住宅などの建て替えの検討や、春野町のあじさい街道の植え替え整備にかかる事業費が含まれています。9月市議会は来月6日に開会します。また会見で岡崎市長は、大手ピア横の私有地、いわゆる西敷地について記者の質問に答えました。敷地の活用方法について、市は今年11月をめどに、再度外部有識者による検討委員会を立ち上げ、市民アンケートを取った上で、来年の秋以降に基本方針を策定することにしています。現在、西敷地は砂利を敷いた状態ですが、多額の費用がかかるとし、市は活用方法が決まるまでの間、地面を舗装する暫定整備を行わない方針を示しています。利用をもう少し柔軟にということは現場でも考えているので、暫定整備というとすぐ舗装するとかそういうことに行きがちですけれども、現状のままでもっと有効に使えるようなやり方をソフト面で考えていくというのもあるので、利用の基準を緩めるとかですね、そういうことも合わせて考えていくと。原則7日以内としているイベントなどの貸し付けについて、もっと長期間使えるよう要件の緩和を検討しているとしました。